今回は X5SA ダイレクトエクストルーダー化改造の後編となります。よろしくどうぞ。前回は X5SA を無事ダイレクト化したわけですが、肝心の印刷については後編でやろうと思って寝かしていました。というのは割と建前で、実際には印刷設定にかなり手こずっていたというのが本当のところです。というわけで現在に至るまでにやったことをダイジェストで紹介します。まず X5SA をダイレクト化したことにより、以前までは 8mm も引き戻しを行っていたものを 5mm にして印刷してみました。内心まあうまくいくやろうとこの時点ではナメプしていたわけですが、これがまあうまくいきませんでした。印刷結果が確かこれだったと思うんですが、糸引きは以前に増して多く、謎のプツプツが大量にできて、なおかつ積層がずれている箇所もあります。ありていに行ってボロボロなわけですね。これは何かおかしいと思った自分は改造にいくつか変更点を加えました。まずチューブが若干長く曲がっていたのが悪かったのではないかと思い、綺麗にまっすぐフィラメントが送られるように調整を加えました。やはりこの部分で抵抗があると印刷物にも良くないだろう、そんな考えでした。ちなみにこの時点で大量に船を印刷しているので、いちいち録画も回していられないと思い、カメラは防湿庫行きになっています。長さの調整に関して防電チューブの継ぎ手なんですが、今映っているゴムっぽい部分、ここを押しながら抜くとちゃんと外れます。これ正直な話、1回つけたら外れないタイプのものかと思ってました。舐めてました、すいません。まあそれはともかく、若干マシになったような気がしないでもない、そんな印刷結果になっていました。正直ダイレクト化改造に関してはあまり調べずにフィーリングでやっていたのもあって、どっか失敗したかなとめちゃくちゃ不安でした。でさらに改造を加えていきます。実は改造当時はフィラメントセンサーの位置を変えていなかったんですが、 X5SA の裏からだとかなり引き出しにくいというか、センサー部分が邪魔をして送り出しが難しくなっていることに気づいたので、フィラメントセンサー用の延長ケーブルを作り取り付けました。一応エクストルーダーのケーブルと区別するために白を使いました。何度でも言いますが、何本かまとまったタイプのケーブルを頑張って探せばよかったです。バラのケーブルを買っちゃったので超ごちゃごちゃしています。ここでプリンターの改造段階としては最後となりました。この改造をした後、印刷したものは引き戻し量も速度もダイレクト化する前以上に多い設定にしていたんですが、印刷時の様子、特に引き戻しや送り出しの様子を見ていたところ、引き戻し量と送り出し量が多すぎてガコッという悪そうな音が鳴っていることに気づきました。積層ずれの原因はこれかと考えた自分は、引き戻し量を 6mm、5.5mm、5mm と少しずつ減らしていました。そんな時典型がおりました。もっと具体的に言うなら、X5SA を使っているフォロワーの方から助言をいただきました。感謝しかないわけですが、その方曰く引き戻し量は 2.5mm か 3mm。引き戻し速度は45にしているということでした。パクりました。この時点での結果としては少しマシになったという感じですね。積層のズレのような現象がほぼなくなり、糸引きも若干緩和されています。これで残る問題は糸引きだけになりました。今映っている印刷物がその設定だけを行った結果です。やっぱり改造の方法がミスってたのかなとか不安に思っていたわけですが、この時自分の脳裏に思い出が蘇ります。そういえばもう一つ所持している 3D プリンターラビスツの X1 はダイレクト式だったことを思い出しました。これしかないと考えた自分は、ラビスツの X1 で使用していた設定を引き戻し量以外全てパクりました。まあ引き戻し量に関しても 0.5mm 程度の違いしかなかったわけですが、このパクリにより引き戻し量や引き戻し速度はこれで大丈夫そうだという安堵も同時に出ました。ラビスツの設定はシンギバースに落ちていたプロファイルを使って印刷速度などに少し変更を加えたものだったと思います。そして印刷結果がこちらです。めちゃくちゃ良くなりました。今までのは一体何だったのかと言わんばかりです。最後の問題点、おそらく原因は速度です。速度といっても引き戻し速度ではなく印刷の速度です。防電チューブが長い状態で使っていた時は印刷速度を下げていた方がチューブの引き戻しとマッチして印刷品質の向上に貢献してくれていたんですが、ダイレクト化した結果印刷速度が遅いと逆に問題になってしまう形になってしまいました。速度が遅いと糸引きがひどくなる。これは確かにずっと前から知っていた事実だったんですが、ダイレクト化することでここまで顕著に現れるという事実に驚きました。びっくりですわ。 PLA での印刷は未だかつてないほど綺麗にできたので、最後にペット G でも印刷してみます。まずはいつも通りの船。結構良くないですか？少なくとも防電チューブがクソ長かった当時に作ったものと比較して綺麗になったと思います。なんかちょっとクーラーの設定ミスってプツプツしてますが、ご愛嬌ということで。一応どこをミスったかということを説明しておくと、最大解像度という部分を 0.25 にしていたことだと思います。オクトプリントで使う際は 0.5mm 以上くらいにしておかないとラズパイが耐えきれないためか、こういったプツプツが出る場合があります。クーラーのアップデートとかをしていたらデータが飛んで、新しく全く同じ設定を作ろうとしていたというようなところだったので、ここだけ書き換え忘れていました。つらたにえんです。でこっちは 0.1mm 積層のペット G です。最後にスパイダーマンのペット G です。何度でも言いますが、自分は MCU が大好きです。そもそも糸引きが起こるような部分が少ないモデルだということもあって、めちゃくちゃ綺麗に印刷できています。こういうのがちゃんとできると達成感がありますよね。ということで、今回で X5SA ダイレクト化改造は以上になります。ダイレクト化改造してる人って大体の人が新しいエクストルーダーを買ったり、そのエクストルーダーに合わせて G コードを書き換えたりなど結構大変なことをしているわけですが、こういう最初から付属しているエクストルーダーをダイレクト化、つまり上に載せるだけでも印刷工場は印刷品質は向上することが分かりました。 DIY が苦手な自分でしたが、なんとかケーブルの自作もできましたし、結果的にやってよかったと思っています。次回は激安な PLA で超巨大印刷に挑戦する予定です。お楽しみに。